でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、シティチルクラブ。今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。朝日が昇るまでのひとときをお楽しみください。City Chill Club。この番組は曜日ごとに5組のアーティストやクリエイターが毎回テーマに沿ったプレイリストを作りお届けするミュージックプログラムです。今夜のミュージックセレクターはこの方。こんばんは、エイジファクトリーのドラム、益子中人です。僕たちエイジファクトリーは結成14年目になります。奈良県を在住に活動しております。メンバー3人とも全員奈良県に今も住んでいて、精力的にライブ活動をしております。音楽のジャンルはオルタナエモロック、ざっくりとロックバンドという感じですかね。音楽に興味を持ったきっかけは、実家に父が聴いていた CD があったんですけど、クイーンとかスピッツとか、そういったアーティストのアルバムがあって、それが多分小学校高学年ぐらいの頃やったと思うんですけど、それをコンポごと持っていて部屋で一人で聴いていたんが、今思うと音楽が好きになったきっかけやったのかなと思いますね。自分が楽器を好きになったきっかけは、ドラム自体を始めたのは中学校2年生の頃で、その頃近所のちっちゃい音楽スクールにドラムのレッスンに通いに行ってたんですけど、ずっと小学校4年生の頃から僕はバスケットボール部に入っていて、高校3年卒業するまでの9年間ずっとバスケに打ち込んでたんですけど、中学校2年生の頃に練習中に左足をちょっと大怪我してしまって、で結構練習しばらくできなくなった時期があり、その頃家で落ち込んでいたら、母親があんた気分転換にドラム始めてみたらって言われて、僕が小学生の頃音楽の授業で合奏があって、小太鼓を自分で選択して、6年間連続でずっと小太鼓を自分でやりたいと言ってやっていて、卒業するときに小学校音楽の先生がセンスあるから将来ドラムっていう楽器やってみたらって言われて、でその時初めてドラムという楽器を見たんですけど、めっちゃかっこええやんってなって、で絶対将来やってみたいなとは思っていたんですけど、多分母親がその話を覚えていてくれていて、で提案されて貯めてたお年玉で電子ドラムを買って黙々と叩いていましたね。その頃からなんか打楽器とはそういう関係性にあったのかなと大人になってから思いましたね。さて今夜は私エイジファクトリーの益子中人が、夜中に一人で聴きたいプレイリストというセレクトテーマで2時間にわたってお送りします。このテーマにした理由なんですが、この時間帯は大勢で音楽を聴いてるイメージがなんか自分にはあんまり浮かばなくて、人それぞれやと思うんですけど、まあ例えば何かの帰り道やったり、寝れなくなって物思いにふけている時やったり、もしくは一人で何かを黙々と頑張ってる時っていうのがなんか多い気がして、自分はそういう時よくこういう曲たちを聴いてたし、もともと深夜に聴きたくなるような曲調の曲がとても好きやったので、このテーマなら作りやすいかもと思ってこのテーマにしました。もう夜中なので、まあ、元気出すのは朝に任せて、いろんな思考を巡らせたりしてゆっくり落ちていってもいいかなと思います。
Chill Club。今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。さて、今夜は夜中に一人で聴きたいプレイリストをテーマにセレクトした楽曲をお送りしています。ここまで何曲か聴いていただきましたが、特にお気に入りの楽曲はリョーナでドラッグス。これは去年サブスクでリリースされた曲で、リョーナというのは僕らと同じ奈良県出身のアーティストで、ヘブンという3人組のヒップホップのグループがいるんですが、その一人です。このリョーナのソロ曲なんですが、エイジファクトリーのボーカルの清水英介の高校の後輩でもあって、もともと奈良県でアルソコニというバンドでギタボをしていました彼は。で、今は、まあ、バンドではなくこういうスタイルになって音楽をやり続けているんですが、エイジファクトリーの曲作りの方もちらちら手伝ってくれたりしていて、この曲の次に流れたピースというエイジファクトリーの曲があるんですが、その曲が入っているエブリナイトというアルバムもこのリョーナがプロデューサーとして関わってくれていて、エイスケと一緒に歌詞を書いたり構成とかをみんなで話し合ったりして一緒に作ったりしている、ほんまに地元の友達っていう感じですね。で、その彼が出す曲がちょうど深夜のこの時間帯にぴったりな曲調やったので今回選びました。で、もう一曲がエイジファクトリーのピースという曲です。この曲は2020年にリリースしたアルバムエブリナイトに収録されている一曲です。まあ、僕はドラマーなのでドラムの話をすると、ハイハットを細かく32分であったり、トラップビートのようなことを人力でしようっていう話になって、初めてかな、結構そういうアプローチをしたのはっていう曲になっていて、ビート単体でも僕はすごく気に入っているんですが、結構挑戦的な曲ではありましたね。まあ、ちょうど3人とも好きな音楽とかバラバラやったりするんですけど、それぞれの好きな部分の縁がちょうど真ん中でかぶさってる部分があるなぁとは思っていて、その部分がちょうど曲に落とし込めている、そういった楽曲でした。Mood for Smooth City Chill Club。シティチルクラブ、今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。さて、このブロックでも何曲か聴いていただきましたが、特にお気に入りの楽曲はペイブメントでメジャーリーガーズ。この曲なんですけど、去年の2月16日東京ドームシティホールでペイブメントが来日公演をしていて見に行ったんです。初めてペイブメントのライブ見に行ったんですけど、そもそも音源はずっと聞いていて好きやったんですけど、ライブを見に行ったのは初めてやって、さっきの曲もそうなんですけど、結構落ち着いている曲調の曲も多いし、ベテランというかもう何年もやられてる方たちなので、ライブに熱量というかその激しいものがあるんかな、どうやろうなと思いながら見に行ったんですけど、ものすごいアグレッシブなライブをしていて、それにすごく感銘を受けたのを覚えていますね。で、ドラムの人とパーカッション担当の人がいたんですけど、特にそのパーカッションの人がステージの最前まで出てくるぐらいお客さんを煽ったり踊り狂ってるみたいなやってはって、あ、なるほど、パッションの語源はパーカッションだったんだと、あの人を見て思った記憶がありますね。続いてノーファンのローデイ。このノーファンというバンドは
京都で活動しているバンドで、だん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 メンバーが増えていって、今10人編成になってるんですけど、バイオリンの人がいたり、キーボードがいたり、それこそパーカッションの人がいたり、コーラスの人がいたりと。で、ベース、ギター、ボーカル、ドラムはもちろんいて、かなり大所帯でやってるバンドなんですけど、ギター、ボーカルをしている内田修君っていう人が、もともとピアノガールというバンドを京都でやられていて、そのピアノガールというバンドの当時のギタリストがボーイという人なんですけど、今エイジファクトリーのライブの時のサポートギターをしてくれている人でもあります。今はピアノガールというバンドは活動休止をしていて、ノーファンというバンドでまた新しい場所で活動してるんで、まあ、僕はこの曲をプレイリストに選んだんですけども、もしここで気になった人はぜひチェックしてみてください。City Chill Club。 シティチルクラブ。今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。さて、この時間は週ごとに決まったテーマについてお話ししています。今週のテーマは眠れない時に何をしますかということですが、自分は無理やり寝ようとするんですけど、前メンバーに話した時に、あ、これ俺だけなんやと思ったんですけど、僕よく自分たちのライブ動画を見るんです定点カメラで撮ってる確認用のライブ動画を見るんですけど、するとなんか寝れるんですよねそれがいいことなのかどうかは分かんないんですけど、なんか昔からそうで、メンバーに話したら、え、そんなしたことないみたいな感じやって、あ、これあるあるじゃないんやと思ったんですけど、自分で分析してみたんですけど、多分何回も演奏した曲やから、まず頭に入っているし、ドラムのビートがここがもたっていたとか、ここの入り方もっと食った方がかっこよかったなとか、そういうまあチェックをするんですけど、よくそういうことって自分の中でなんかやらないといけないことなので、学生時代僕よく居眠りしてたんですけど、授業中、あの感覚に近いんじゃないかと思いましたね。だから寝落ちすんねんなと思いました。この後4時台も夜中に一人で聞きたいプレイリストというテーマでセレクトしていますので、引き続きお楽しみください。音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、シティチルクラブ。今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。こんばんは、エイジファクトリーのドラム、マシコナカトです。3時台に続き4時台もよろしくお願いします。僕たちエイジファクトリーは、奈良県出身のオルタナティブロックバンドです。普段、僕は音楽を聴くのは基本的に移動中が多くて、例えば休みの日やったら散歩をしたり、まあ電車移動するときも
結構あるので、駅まで歩いてる時、電車に乗っている時や、まあ、たまに走ったりしてるので、あのランニング中やったり、あとは機材車で各地ツアーに行く時の移動中に、あのイヤホンをつけてよく音楽を聴いたりしていますね。曲を聴いている時なんですけど、やっぱり僕は真っ先にドラムが耳に入ってきます。ドラムというかリズムとビートですね。あのドラムが入っていなくても、まあ、最近打ち込みの曲も多いし、でも生ドラムじゃなくても、そのどういうビートなのかとか、スネアの位置、キックの位置とかが、あの一旦多分真っ先に入ってきて、その次にメロディー、あとは構成であったり、まあ、邦楽やったら歌詞ももちろん耳に入ってきます。あんまり僕は一曲をループして聴くということは、その曲のドラムをコピーするとき以外はあまりなくて、一日にどんだけハマってても2回ぐらい聴いてます。それはあんまり一日に何回も聴いてしまうと飽きてしまうくて、短期間で飽きが来てしまうのがちょっと嫌で、他の曲って言って、でもハマると毎日は聴いてしまいます。でも1日1回もしくは2回までっていう形で聴くし、もちろんアルバム単位でハマることもあるので、そうなったら毎日同じアルバムを1曲目から最後の曲までずっと聴いてることもよくありますね。さて今夜は夜中に一人で聴きたいプレイリストをテーマに、2時間にわたっていろいろな楽曲をお送りしています。この後4時台ですが、まあ大きくは変わっていないんですが、少し明るい感じの曲が増えた印象がもしかしたらあるかもしれません。映画のような流れになっていたらいいなぁと思って、一番最後の曲がエンディングテーマで、それまではずっと起承転結いろんなことがあり、そのシチュエーションにあった挿入歌のようなイメージでプレイリスト作りました。さて今夜は夜中に一人で聴きたいプレイリストをテーマに、このブロックも何曲か聴いていただきましたが、特にお気に入りの楽曲はエイジファクトリーでアリスフューチャリング牛丸アリサです。この曲はエイジファクトリーの曲なんですが、フューチャリングに夜逃げから牛丸アリサが参加してくれてます。2023年の1月8日にシングルカットをしてリリースした曲なんですが、今年の2月21日にリリースしたアルバムソングスにも入っている楽曲です。この曲はグランジ感がありつつ、ダラダラと踊っていられるような、そんな曲かなと思います。曲をみんなで作ってる時も、フロアでミラーボールが回る中、みんなが思い思いに好きなダンスをして自由に聴いてくれればいいなぁと思いながら作った曲です。あのこの曲 MV も出てるんですけど、奈良の E フラット音楽スタジオというところで撮ったんですけど、そこもなんか僕らはミュージックビデオの撮影としては初めて使ったんですけど、僕個人的には日々ドラムの練習に入っているスタジオで、それこそ10年ぐらいになるのかな、あの利用してるスタジオなので、あのそういう場所を初めてミュージックビデオで使えたから、すごく思い出深い曲なので、もしよかったらミュージックビデオまでチェックしてもらえるとありがたいです。もう一曲はファミリーペットでペイフォンフューチャリング死神です。ファミリーペットは Spotify でディグってる時に見つけたアーティストなんですけど、ニューヨークのブルックリンのアーティストで、あの Spotify ってあのプロフィールを
見れるんですけど、そこに All my music is made in my bedroom と書いていて、まあそのミニマムな感じと、なのになんかこの曲はすごく壮大な印象もあって、このアーティストの曲は僕は大好きな曲が多いです。この人の多分メロディーラインなのか持ってるものなのか、なんか作る感覚みたいなのが自分にハマってんねんなぁと思ったアーティストで、この前僕初めて奈良の自分たちのイベントで DJ をしたんですけど、その時にもまさにこの曲をかけました。それぐらい大好きな曲やし、この時間帯に一人で沈んでる時でもいいし、運転してる時とかでも合うような曲やなと思って、今回プレイリストに選びました。City Chill Club。シティチルクラブ、今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。さてここでも何曲か聴いていただきましたが、特にお気に入りの楽曲は遥か中村であるね。この曲なんですが、この曲が収録されているアルバムグレイスは、2008年なのでもう16年前になるのかな。この時代のアルバムの雰囲気が特に個人的にはすごく好きで、特にこのグレイスっていうのはよく聴いていて、この次にかかった曲は多分なんですけど、遥か中村さんのトワイライトという曲をサンプリングしている曲やと思うんです。だからつなげてプレイリストに組んだんですけど、でいろんな曲聴いてるとたまにそういうのも見つけて、あれ俺の好きな曲のワンフレーズなんかずっとループで流れてんなみたいなとか、そういうのを見つけると嬉しいというか、個人的に今回つなげたんですけど、特にこの遥か中村のあるねという曲、もうバンド僕が入って10年目になるんですけど、毎年毎年全国ツアー各地で回っていて、よくリハーサルが終わってからスタート前とかオープンする前まで一人で散歩するのが好きで、知らない街、初めて行った土地をなんかなんとなく歩くのが好きなんですけど、そういう時によくこの楽曲聴いていました。この楽曲だけではなく、遥か中村さんのさっき話をしたあのグレイスというアルバム、特によく聴いてたんですけど、北海道の苫小牧で見た工場地帯の煙が出てる景色やったり、暗い寒い中の海辺までなんか知らん間にたどり着いちゃった時とか、高知の坂本龍馬の銅像を駅前で見つけた時やったり、なんか長崎のその坂を登っていってる時やったりとか、なんかそういうのがこの曲を聴くと未だに思い出す、そういう曲です。次、ソカベケイチバンドで月夜のメロディー。僕ソカベケイチさん大好きなんですけど、全部の中でも一番好きな曲で、歌詞で時々最高、時々最低、ドキドキしてるうちに日が暮れて、それでも夜が終わる前の一瞬の間だけ自由を感じることができるんだぜ、というフレーズがあるんですけど、多分僕にとってはあのライブの日がそういうことを感じてんねやろなぁと曲を聴いてから思ったんですけど、まさにライブ中であったり、もしくはあの打ち上げでバンド仲間とお酒飲んで飲みすぎて大騒ぎして解散する直前のあの瞬間、ほんまになんか最高な、なんか自由な感
感じがするので、なんかその瞬間の感じの感覚すごく自分も好きやし、まさにあの夜が終わる前の一瞬、今のこのラジオが流れている時間帯にぴったりだなと思ったので、共感する人がいればまたそんな夜にこんな曲を聴いてみてください。最後にお送りした曲はヨラテンゴで I Heard You Looking です。ヨラテンゴは多分7年前ぐらいかなに初めて聞いたんですけど、すごく好きになって、アルバムをあのサブスクで何枚か聞いていたら、この曲がすごく好きで、ヨラテンゴの中で一番好きな曲なんですけど、まあ、あのメロディーとかボーカルが入ってなくてインストの曲になっていて、ちょうどアルバムでも最後の曲になるんですけど、この曲がなんかどうしてもレコードで持っていたくなって、大阪のフレークレコーズっていう場所があるんですけど、僕らもよく遊びに行く、そこに探しに行って、でもなくて、店長のダワさんにあのこのアルバムが欲しいんですけどレコードでっつったら、あのわざわざ海外から発注してくれて、あのそれを買いましたね。不意に聴きたくなる曲で、まさにあのエンドロール流れてそうな曲の雰囲気やなって聞いた時に思っていたので、あのさっきも話したですが、今までの曲は全部挿入歌で、この曲が流れてエンドロールが流れてきて、ちょうど終わりになればいいなと思い、一番最後にこの曲を選びました。オンエアされたプレイリストはホームページ Spotify、Apple Music にて、また過去の放送はセレクトしてポッドキャスト、Spotify、Music & Talk で配信しています。ぜひチェックしてみてくださいね。音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、シティチルクラブ。今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーです。さて、2時間にわたってお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、自分でも誰に聞かせるでもなく、あの自分のためだけに個人的にプレイリストとかたまに作ったりしていて、流れとか順番を考えたりするのがすごく好きなので、今回のプレイリストを作るのもすごく楽しかったです。この番組のタイトルがあのシティチルクラブということで、自分が普段よく聞く好きな曲調の雰囲気に合ってるラジオかなと思ったので、やりやすかったじゃないけど、選曲していて楽しかったし、この曲も流したかったな、この曲も絶対合うなとか、そういうのもありました。ぜひ2回目読んでほしいなと思います。最後に僕たちエイジファクトリーからのお知らせです。僕たちエイジファクトリーは2月21日にフルアルバムソングスをリリースしました。今まさにツアーに回っている最中なんですが、ちょうど昨日の3月17日かな、初日の仙台連鎖が終わったところで、ツアーファイナルが4月の17日ゼップダイバーシティであります。全公演ワンマンライブになっています。またあの詳細の方はホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。シティチルクラブ、今夜のミュージックセレクターはエイジファクトリーのドラム、マシコナカトでした。
City Chill Club。